19 number 7、ジブリのもう一人の巨匠、The Unknown Master of Ghibli、チェンスーマといえば、皆さんが一番初めに思い浮かべるのは宮崎駿監督の名前ではないでしょうか。アカデミー賞も受けた千と千尋の神隠しなど、宮崎監督の作品はどれも世界に名を残す名作です。しかし皆さんは同じくスタジオジブリの高畑勲という名前をご存知でしょうか。ホタルの墓、思い出ポロポロなどの作品を作った監督です。宮崎と比べてかなり知名度が低く、彼の一番有名なホタルの墓もよく宮崎の作品と誤認されるほどです。それは彼の作品は鮮やかなファンタジーより、日常生活の出来事や現実的なセッティングをよく課題にしていることが一つの原因であり、また実験図を持つせいで画面のスタイルが作品ごとに異なり、観客の中に同一的な印象を作れなかったことも一つの原因でしょう。宮崎と高畑のこの違いは外観だけではなく、個人的でもっと革新的な作家としてのアプローチに見られる大きな違いです。宮崎のキャラクターは共鳴しやすく、観客自身がキャラクターたちに感情移入でき、一緒に笑ったり泣いたりして誰でも簡単に楽しませるストーリーを演じています。対照的に高畑はドイツの劇作家ブレヒトの影響を受け、彼の以下効果をほとんど全ての作品の原点にしています。以下効果というのは、劇中のキャラクターの感情を観客に共鳴させるのではなく、一定の距離を置いて出来事を客観的に伝えるアプローチです。ではこの知識をもって高畑の作品を見直すと、その中で最も異質に見えるのは彼の一番有名な蛍の墓になります。主人公の兄弟の悲劇的な経験を通して、戦争の残酷さを生々しく描いたこの映画は反戦映画の典型として世間で高い評価を受けていますが、この映画はもともと反戦映画ではありません。高畑は観客が少し引いて客観的に見ることができるように、かわいそうにかわいそうにと感情移入させないように作ろうと思ったというが、残念ながら戦争というテーマの性質上、その以下効果は十分発揮できないまま、この意味では失敗作で終わってしまったと言えるでしょう。私はこのような文学性の高い実験的で異色な高畑の作品を心から尊敬しています。彼の素晴らしさをもっと多くの人に伝えられたらとても嬉しいと思います。どうもありがとうございました。